ロンポール、1974年に共和党から連邦会議員へ立候補するモラクその後1976年の補欠選挙で当選したものの、数ヶ月後の通常を選挙でに敗れる。その後、1978年に当選を果たし、3期に渡り、会議員を務めた。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙へ、 リバタリアン党から出馬するが、3位に終わる。1996年に、下院議員に再当選して、以降、下院議員を務めており、任期は通算で10期目を数える。2008年アメリカが衆国大統領選挙において、共和党の予備選挙に出馬したが、同党の大統領候補には指名されなかった。2012年アメリカが衆国大統領選挙でも、 予備選挙に出馬している。2013年に引退した。政治的立場は立憲主義、小さな政府を基調としている。本来は小さな政府を推進する立場の共和党について大きな政府の党になってしまったと言って批判している。会議員としては新たな支出や増税に対して一貫して反対票を投じている。 医者であることと例零なの,の映画からかけて、というあだ名がついた。その他に支持している政策の主なものは、州の自治権強化、市民の重機の所持、自由貿易等。反対している政策の主なものは、連邦準備制度、妊娠中絶問題に対する連邦政府の関与、死刑制度、所得税、意見であると主張、国民皆保険。外交政策に関しては、 不介入主義者である。国際連合と北大西洋条約機構からの脱退を指示、絡み合った同盟関係を断つべきであると主張している。2011年2月15日の共同通信との会見では、日本は米軍依存をやめるべきであり、在日米軍基地の撤退を強く主張した。さらに同会見では、米軍基地の抑止力というのは虚構に過ぎないとして、 民主党のデニスクシニッチと共に在日米軍を過去の遺物と呼んだ。戦争をしなければならないのは国民を守らなければならない時だけであり、会員による宣戦線布告なしでの改戦は許されないと主張している。イラク戦争に関しては2002年のイラクに対する兵力同意承認に関する法案の会員での審議の際は徹底してイラクとの改戦に対した大統領になった暁には イラクから即時に撤退するる。と表明している世界大恐慌の最中、ペンシルベニア州ピッツバーグ近郊のグリーンツリーに、ドイツ系ルターハイミンの子孫だった、ハワード・キャスパー・ポールとマーガレット・ポールの間に、5人兄弟の三男として生まれた。父のハワードは、中学2年まで教育を受けた後、兄弟のルイス、アーサーと共同で、グリーンツリー牧場を営んでいた。 ロンは5歳から、父の農場で働き始め、その後新聞配達や薬局で働き、運転免許を取得した後には、牛乳配達もする様になる。彼が牛乳配達していた客の中には、メジャーリーグで活躍したホーナスワグナーがいた。ロンはドーモントのドーモント高校に入学し、1953年に、優等で卒業する。在学中は、様々なスポーツを行い、 2年生の時には、ペンシルベニア州の陸上競技大会2年生の部で200メートル走に優勝し、400メートル走では2位の成績を残した。また、レスリング部にも所属し、フットボールや野球も行い、生徒会長も務めた。高校卒業後は、ゲティスバーグにあるゲティスバーグ大学へ進学。初年度の学評新聞配達やレモネード販売。 芝刈りなどで火星でまかなう。その後、ゲティスバーグで郵便物や洗濯物の配達をする一方、大学の喫茶店でマネージャーを、さらに、ラムダシアルファ男性社交クラブの球児から支配人にまでなった。陸上競技チームを率いれば全額奨学金を支給するという申し出を受けたものの、在学中に膝に怪我を負ったせいで回復しても以前の、 ような成績を残せないと思い陸上競技を諦めることになる。もっともリハビリで水泳をし始めたことを契機として大学の水泳部に所属することになった。彼は兄弟のうちの二人がルター派の生殖者になっていたこともあって一度は生殖への道を考えたものの結局は医学の道に進もうと決心しデューク薬科総合大学に進み1961年に MD の学位を取得。1961年と1962年、研修医として、デトロイトのヘンリー・フォード病院の内科で勤務し、その後1965年から1968年に、かけて、ピッツバーグ大学の産婦人科で、同じく研修医として勤務した。ポールと妻のキャロルは1957年2月1日に、結婚した。キャロルが論語、マロンを セーディ・ホーキンスダンスパーティー。女性が男性を誘うパーティーに誘ったのが最初のデートだった。彼らは別々の州にある大学に通っていたが、ずっと付き合っていた。そして二人はロンがゲティスバーグ大学4回生の時に結婚した。彼らにはロニー、ローリ、ランド、ロバート、ジョイの5人の子供がいる。また、18人の孫と彦が一人いる。 デトロイトで研修医をしていた時期、キャロルは家の地下室でダンス教室を開いてた。ロバート、ランド、ジョイの3人の子供も同じく医者になった。ランドは眼科、ロバートは家族医療の専門医である。連邦議員の父と同じく娘のジョイは産婦人科である。ポールは子供たちが学部生や医学生の間、週の学生援助ローンを受けさせずに、 代わりに学費を出していた。彼は同様に議員年金に加入しなかった。彼は週末はいつもレイク・ジャクソンにある自宅に帰っている。ポールが14区で選挙運動をしていた時、妻のキャロルは夫に協力するためにポール家の家庭料理本を作り、それを選挙区民に配ることにした。その料理本はポール一家の写真で埋め尽くされていた。 初版から数えて5版目が出版されている。彼女や他の家族は夫の議会選挙戦のホームページに今週の料理を掲載し続けている。ポールの医学訓練はアメリカ空軍のキューバ危機の時の兵役によって中断された。彼はベトナム戦争の最初の数年頃まで軍隊にいた。彼はベトナムへは行かなかったものの。 1963年から1965年まで現役兵として働き、大韓民国、イラン、エチオピア、トルコなどに赴任した。1963年から1965年、彼はテキサス州サンアントニオのケディ空軍基地の航空医官としてパイロットのジビドの,の治療に当たった。そして、 1965年から1968年までピッツバーグでの研修医の傍ら空軍修兵に従事した。空軍時代には大尉に任命されている。医大を離れて2年後、ポールはサンアントニオにある教会病院の救急救命室で時給3ドルで働いた。その後彼は産婦人会として4000人もの赤ん坊を取り上げた。彼はブラゾリア軍では 唯一の産婦人会で、とても忙しく、テキサス州レイク、ジャクソンの退職医師の仕事を奪うことになってしまった。彼は医師だった時は、私は月に四十から五十人の赤ん坊を取り上げ、また数多くの手術もした。と語っている。彼は、決して、メディケア、高齢者向け医療保険制度や、メディケード、低所得者と新章者の医療扶助制度の制度を、受け付けない医師であったが、 その代わりに、金銭に困っている患者には、無料や割引料金で治療したり、また分割払いに応じた。数年間、ポールは地元で医師として働いたが、1971年8月15日に、リチャード・ニクソン大統領が、米ドルの金本位制からの完全な脱却を宣言したことを動機として、政界入り決心した。彼は、その日から、すべての貨幣は、 もはや本来の価値によって決まるのはなく、政治によってその価値が決まることになるだろうと思い、私は、愕然としたんだ。と言っている。やがて1974年の中間選挙で、テキサス州22区の候補者として、共和党から出馬したが、現職の民主党のロバート・ R ・ケイシーに敗北を、喫した、この時の選挙は、民主党候補者が対象した選挙であった。 その後1976年4月にジェラルド・アール・フォード大統領がケイシーを連邦会議委員会の長官に任命したため公認を選出するための補欠選挙が行われ始めて議席を得る選挙が始まって以来の共和議員でもあった。しかし同年に行われた大統領選では予備選の段階においてドナルド・レーガンを支持。 現職議員の中でも、レーガンを支持したのはロンを含めて4人だった。全国党大会で、テキサス代表団がレーガンを支持する様に働きかけた。結局、6ヶ月後の通常選挙ではわずか300票差で、民主党のロバート A が名人に議席を奪われた。1978年の選挙で雪辱を果たし、1980年と1982年の選挙でも再選を収めた。 議員在職中にも月曜日と土曜日には産婦人会として勤務し、自らが意見だと思った法案には賛成票を投じなかった子からという評判を集めていた。ポールはアメリカ連邦議会において1970年代で初めて会員での人気制限法を提案した議員で彼自身4期の人気中の視察旅行への参加や議員年金への登録を辞退していた。 また、彼は、インフレーション率に応じて、議員給与を下げようと提案していた。1980年、共和党員の大多数が賛成していた、カーター大統領の徴兵登録制度を復活するという提案に対して、ポールは、彼らの見解の矛盾を指摘した。ウォール・ストリート・ジャーナルの記事によると、彼らは銃を登録するより、子供たちを登録したがるだろうと言った。 このカイン金融委員会の一員だったポールは連邦準備金制度がインフレを引き起こしたのだと考えており、この制度を非難していた。また、1980年代の貯蓄化し付け危機器の対策に考えられていた銀行制度の規制解除にも反対していた。1982年に会員によって作られたアメリカ金委員会は彼の提案によるが、 この委員会から引き出された彼の結論は、ケイト研究所から出版された金の正当性に書かれている。1978年から1982年にかけてのポールのスタッフのリーダーは、ルーロックウェルである。ポールは、毎年恒例の連邦議会の野球大会の常連メンバーだった。ポールは1984年の アメリカ合衆国上院の共和党予備選挙でフィルグラミーに敗れた。彼は会員での再選ではなく上院での活動を選んだのだが結果彼は1985年に議会を去って医療の世界に戻ることになり彼の議席はテキサス州会員の議員だったトム・ディレイが引き継いだ。辞任演説でポールは我が国の憲法の制定者は広く市民の幸福を目的としていたが今や 特定の人々の利益が目的となっている。ここでは、票の取引が正当な施策としてまかり通っている。お使い坊やの議員たちは、凡庸な人種なのに、自由の擁護者は、変人と思われている。真の自由を愛し、州の権力が強大になることを否定し、本物の皮肉屋を残さない者にとっては困難だ。と語った。1988年。 アメリカが州国大統領選挙で、ポールはアメリカンインディアンの活動家のラッセル・ミームズに勝ち、アメリカ大統領へのリバタリアン等の出馬候補となった。46の州都ワシントン DC の候補者名簿に名前が載ったことで、彼は一般投票で共和党のジョージ・ HW ・ブッシュ、民主党のマイケル・デュカキスに続き、3位となった。 43万1750票から0.47%。ミズーリ州では、ポールは、セイントルイス・ポスト・ディスパッチ氏が言うところの、事務的な不手際のため、投票用紙に、名前が記載されない候補者として扱われたので、大きく票を離されることとなった。彼は、ロナルド・レーガンの初期の支援者だったにもかかわらず、レーガン政権、対立候補であるジョージ・ H.W. ブッシュが、 副大統領が作った洗礼のない巨額の赤字を厳しく非難した。リバタリアン党候補の時期、ポールは党の騎士と思われていた。そして、銃の諸事件、保守的な財政政策、ホームスクーリング、妊娠中絶といった問題に関して、ポールが取った立場に同意する沢の支持者を獲得し、また他の問題でも連邦政府は間違った方向性に向かっている。 と考えている者からも支持を勝ち取った。おかげで、全国的な彼の支持基盤が生まれ、彼を議員生活に戻る気にさせ、選挙戦の資金面でも彼を支えた。2008年のポールの選挙事務長は、ケント・スナイダーで、彼は1988年の選挙の時に、初めて活動に加わったのだが、当時ジョン・マケイン議員は彼に、君は、議会で最も正直な男の下で働いているんだよ。 と言われたという。大統領選への出馬中、ポールは選挙活動以上にもっと多くのことをやろうとした。つまり、自由精神の思想をもっと広めようと、選挙年齢に満たない者も,もいるにもかかわらず、小中高生や大学生グループとの対話を頻繁に言った。我々は、この選挙と同じく未来の世代にも関心があるんだ。 この子供たちもいつかは投票に行く年齢になるだろうし、もしかしたら家に帰って両親に我々のことを話す可能性だってあるだろう。その年、彼は国内中を回って自由市場経済や増え続ける政府の累積赤字などについての話をした。それで我々は多くの若者と話をするんだ。彼らがこの請求を支払い、この借金を背負うことになる。 この若者たちが政府においても次の時代を担っていくだろうから。選挙の後、ポールは金銭に関するビジネスを開始した。理にかなった経済と教育について研究するシンクタンクを設立し、投資についての解放を発行した。そして、議員生活に戻るまで、医師の仕事を続けた。1985年からポールが発行している解放。 ロンポールのサバイバルレポートの1992年版に人種や性的を抽象するような記事が掲載されていた。アトランタプログレッシブ新聞によると、ビル・クリントン大統領を核死語問題とコカイン接種疑惑で非難し、アメリカ会員のバーバラ・ジョーダンをペテンシで十分な教育を受けていない被害、妄想者だと告評していた。記事は、政府は未成年者に対し刑事責任を問える年齢を、 もっと下げるべきだと書かれており、路上で寝泊まりし、犯罪組織に加わってきた13歳の黒人の男の子は力が強くて体も大きく、見た目も恐ろしいし、犯罪も犯すからもう十分大人だ。だから大人と同じように刑法でも取り扱うべきだ。とまで言っている。またその記事はこうも言っている。黒人の5%は政治に対する常識のある意見を持っている。 もしあなたが10代の黒人男性の強盗にあったことがないなら彼らがどんなに足が速いのか想像もつかないだろう。ワシントン DC の黒人男性の95%は犯罪予備軍かまたは完全な犯罪者だ。2001年のテキサス・マンスリー氏によるインタビューでポールは解放には彼の言葉として掲載されたが実は ゴーストライターによって書かれた記事だと認め、彼自身の考えではないと釈明した。彼は、ジョーダン議員に関しての軽蔑発言については、誠に悲しむべきことだ。バーバラと私はずっと一緒にやってきたし、実際の彼女は本当に明るくて素晴らしい、女性なのだから。と言った。この時から彼は、彼の名前で出されるものについては、内容に同意できない記事であっても、 道義的責任を取るようにした。テキサス・マンスリー氏によると、今回のように、本人が困惑するような記事が彼の見解として、紙面に掲載されたことで、4期の会議員を務め、一度大統領選に出馬したものとして、ポールは二度と他人任せな記事は出さなかった。という、1970年代に経験したよりも厳しい戦いの後、ポールは、 1996年に会員議会に帰ってきた。当時は1994年の選挙で共和党が上下両院で勝利した後だったため、彼は議会で以前よりも有意義に活躍できるだろうと期待していた。共和党候補者選出選挙での彼のライバルはグレッグ・ラフリンで、彼は共和党内の指導者層から支援されていた。その中には議会議長のニュート・ギングリッチや、 当時テキサス州知事だったジョージ・ W ・ブッシュがいた。現職のラフリンは1年前に民主党から共和党に移り党しており、共和党全国委員会は他の民主党員が彼に習って渡る党することを期待してラフリンを全面的に支援した。こういった全国委員会や全米ライフル協会といった支持組織の努力にもかかわらず、挑戦者だったポールがこの予備選挙に勝利した。 非現職から議員に返り咲いたのは彼にとって三度目である。ギングリッジや他の共和党の指導者たちはラフリンのために選挙区を訪れて遊説を行っていたが一方ポールはラフリンが渡る党する14ヶ月前のラフリンの投票記録に対するギングリッジの意批判を引用した新聞広告を掲載していた。ポールの友達であり野球投手で 選挙区民のノーラン・ライアンは名誉選挙事務長を務め、ポールのために広告に登場し、さらに税務活動家のスティーブ・ホービスも彼を支援した。今回ポールは以前出馬した22区ではなく、沿岸側の下院14区で選出された。この変更は選挙区が再区画された結果で、ポール自身は同じレイク・ジャクソンの家に住み続けている。秋の選挙での彼のライバルは、 法廷弁護士のチャールズ、通称、レフティ・モリスで、選挙戦では、ポールがかつて、州の規制や、古参の新聞に見方して、連邦政府の薬物法の撤廃に賛成したことや、アメリカ労働総同盟、産業別組合会議に支援されたことを持ち出して、ポール陣営を激しく攻撃したが、わずかな表彰で破れ去った。ポールは逆に、モリスは弁護士と大手労働組合の手先だという、 レッテルを貼った。ポールは彼の全国的な支援組織のおかげで、モリスよりも多くの選挙資金、モリスの47万百五十三ドルに対し、1200万ドルを得た。ポールの政敵を含む民主党員のコンサルタントをしているケンブライアンは、主導者レベルを除くと、彼は、会員で最大の支援基盤を持っている。と言っている。 ポールへの寄付金の大部分は個人からの少額の寄付から成り立っている。その年、彼は、両議会において、個人からの寄付金額の多さで、ニュート、ギングリッジ、ボブドーマンに続き、第3位となった。1998年、彼は、対立候補の70万ドルに対し210万ドルと、選挙資金獲得でも、大差をつけ、党内予備選挙と続く、本選挙に勝利した。 対立候補は民主党の米農家で前またゴルダ軍判事のロイ・スニーリーでポールはスニーリーを疑問視しようという権者に警告する広告を出し11%差で勝ったポールはスニーリー判事が自身の給料の5%アップ判事たちの旅費予算の400%アップを含むする議題に賛成票を投じたことそして新たな政府機関を作りそれに 自動車のナンバープレートの登録量を管理させる法律を制定したことで官僚の人数を増やしたことを非難した。それに対してスニーリーの協力者は彼は軍職員の生活費としての給料を5%上げることに賛成しただけだと主張した。ポールは自分は議員の給与引き上げには一度も賛成したことはないと反撃した。2000年スニーリーはポールに 再び挑戦したが、ポールは60%もの投票を得、選挙資金でもスニーリーの110万ドルに対し、240万ドルを得て、選挙に勝利している。ポールは2002年、2004年、対立候補なしにも再選し、10期目を迎えた2006年では、対立候補の60万ドルに対し120万ドルと、選挙資金でも、はるかに上回っている。二千八年の選挙では、 共和党予備選挙で二人の対立候補、ポールに解雇された、以前の側近であるエリック・ドンデロと、フレンズ・ウッド氏の市議会議員のクリス・ペデンがいたが、ポールは勝利した。ポールは五つの共和党の大統領、候補討論会に参加し、そのうちの四つの討論会で、討論会のインターネット投票、もしくは携帯メール投票の票数で、勝利している。第一回の討論会を終えて、 ABC ニュースはインターネットでのポールの確固たる存在について彼の支持者はバイラルマーケティングイコール口コミ宣伝の仕組みを熟知している長期的な視点で大統領選挙運動を捉えておりインターネット調査やブログを解説することで少なくとも今の時流を認識していると述べている雑誌 US ニュースワールドレポートは彼の増加するインターネットでの人気を ポールの支援者はインターネットに集結していて、彼らの熱意によって、どのインターネット情報の統計でも、ポールは、はるかに有力な候補者たちに混じって、姿を表している。USA Today 新聞は、ポールを、ネットの申し子と呼んでいる。テクノラティ、ヒットワイズ、アレクサインターネットといった、ブログ圏での人気を比べることができるネット、検索エンジンによると、 ポールの名前はインターネットでよく検索される言葉の上位にランキングされることからもインターネットでの彼の知名度の高さが確認できる。それは彼の支持者が意識的にアクセスしてポールのランキングを上げておりその統計は正しくないという意見もあるがテクノラティ社の広報のアーロン・クレーンはポールのネット検索での多さは技術的に最善の方法を用いた 正確な統計によるものだと断言している。ポールは YouTube において全大統領候補者の中で自分が一番のアクセス件数430万以上であり2007年5月20日時点でメールマガジンの登録者数でもトップを獲得しそれはバラック・オバマをも上回ると自身で発表している。ポールの YouTube チャンネルのアクセス数は常にトップ40件内に位置し 2007年9月27日時点での視聴者は2万9千人に達する。2012年、アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙には1月31日時点では勝っていない。指名争いよりもリバタリアニズムの支持拡大に主眼を移しているとの指摘もある。5月14日、指名獲得に向けた積極的な選挙運動を中止すると表明して、 8月にフロリダ州で開かれる共和党大会で大議員を確保するための運動は続ける以降、ポールのニックネームドクターノーは彼の MD としての肩書きと、それから提案された法案が明確に合衆国憲法に沿ったものでない限り、決して賛成票を投じないという彼の強固な態度に由来している。また、ミスターリパブリカンとも称されている。ポールは オーストリア学派の経済哲学を信奉している。これは中でも特に貨幣供給に対する政府の統制は結果的に経済的非効率と通貨不安を引き起こすという学説を持つ。ポールはこの考えについて6冊の本を書いている。その辞書の小論で自分はオーストリア学派の理念を実現するために政治家になったとさえ記している。彼は オーストリア学派の経済学者、フリードリヒ・ハイエク、マレー・ロスバード、ルートビヒ・ヒフォン・ミーゼスの三人の写真を事務所の壁に掲げている。ポールは外交政策では不干渉主義という立場であり、それゆえ2008年合衆国大統領選挙の共和党候補者の中では2002年のイラク戦争決議案に反対をした唯一の候補者となった。彼は アメリカ同時多発テロ事件の対応として、軍事力を行使する法案に賛成票を投じはしたが、特定のテロリストを対象とした、他国商船打方面許場と報復の権限を大統領に与えることなどといった戦争の大対策も提案している。彼は強固な国家主権を維持するためとして、国連や NATO、北、大西洋条約機構からの脱退を主張している。彼は、 市民的自由を第一に考えており、米国愛国者法、連邦政府の拷問の使用、大統領の自立性、国民 ID カード、令状によらない国内監視、徴兵制度などに反対し、そして自由貿易を支持し、それゆえ管理貿易のための組織である北米自由貿易協定と世界貿易機関の構成国であることを否定している。彼は、より強固な国境警備を支持し、 不法滞在外国人に対する生活保護や国籍の出生地主義や不法移民の合法化に反対している。彼は2006年の安全国境策法に賛成票を投じている。ポールは通常公共投資やイニシアティブ、住民投票制度、租税に関してはほとんど全ての提案に反対票を投じている。 1995から1997年の任期中に投じられた単独の反対票のうち3分の2は彼によるものである。彼は決して税金は上げないと制約し赤字予算に賛成したことは一度もないと述べている。ポールは政府の財政基盤は主に消費税と関税によってまかないこととし政府の予算を2000年度の支出水準の規模に縮小することで 税制の中立性を保ちながら、個人に対する所得税を廃止できるだろうという信念を持っている。彼は、個人の生活や、諸外国及び、国内の機能に対するアメリカ政府の役割を、大幅に減少すべきだと思っている。彼は、共和党は、小さな政府という誓いを忘れ、大きな政府のための政党になってしまっていると、言っている。ポールは、内国歳入庁、教育省、 エネルギー省、国土安全保障省、連邦緊急事態管理庁、集裁通商委員会といった連邦政府機関を必要のない役所仕事だと言って、これらの大部分の廃止を主張している。また彼は銀本位制や金本位制といった打官紙幣に賛成している。また、自由貿易が金利と貨幣供給を決定したとき経済の不安定さは減少するのであり、また、 国債は政府の支出に応じて発行されていて、連邦準備制度は抑制のない膨張した貨幣供給を政府が行うのを許可してしまっているといった理由から連邦準備制度中央銀行の段階的廃止を提唱している。ポールは中堅、銃の所有、政治犯に対する人身保護令状、陪審による法の無視の権利、自主的なまたは 非公式の学校内礼拝を認める憲法改正などを支持している。彼はまた、労働者の社会保障制度からの脱退の許可、医療の分野における自由市場の拡大、公害防止に対する私的所有権の認知、投票用紙への等、候補者名記載の増進に賛成している。ポールが反対しているものは、麻薬撲滅キャンペーン、社会医療制度、福祉国家論、海外援助、 司法積極主義、連邦による死刑制度への干渉、結婚、教育に対する連邦の規制、インターネットギャンブルの禁止である。そして彼は、同性愛者の行為と同様に、異性愛者も含んだ破滅的な性思考に注目した問題に対して、軍の聞かざる、言わざる政策の思考廃止を支持している。 彼は未婚夫婦や同性カップルによる養子縁組に対しての政府の補助金制度に反対票を投じた。ポールは自身を中絶に対する揺るぎない反対者だと言っており母体及び胎児の健康に対する医学的判断の規制は国家レベルの最高位の取り扱い事項だという信念を持っている。また、ウィキリークスに対してももっと Wikileaks が必要だと擁護する発言をしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。